あとまあこういろいろこう、まあ、渡された案内とか見ててすごく思うのが、あのやっぱり科目があのすごいこうあの独特なんですよね。OK。あのボーカルスタジオがあったりとか、なんかね音楽とかもすごいね、多分日本の学校と比べると本当に、これはピアノのスタジオなんですけど、そうそうそう、あのものすごいこう本格的な設備で、まあ、ピアノこうやっていっぱいあるんですけど、ピアノだけじゃなくてボーカルとかそういうのもできるしとか、あとまあなんかイスラム教倫理とかですね、会計学とか、まあ、生物学は日本でもやるけど、あと例えばビジネススタディとかコンピューターサイエンスとかね、あのあとまあ中国語もできるしとか、やっぱりこう科目の充実ぶりがすごいで、なんだろう、まあ、日本で古文漢文やったところでどこまで役に立つかみたいな問題とかってあると思うんですけど、まあそのグローバルビジネスとかですね、なんかこうそういうすごいこう役に立ちそうなこといっぱいあるんですよね。でここがまあここはドラムとかそういう系ですね、あの音楽教室みたいな感じで、こんな感じでやってて、すごいなっていう感じです。やっぱりまあこういうのをね一個一個こう見ていくっていうのがすごい大事。ベリービューティフル、こんな感じで、そう、あの、まあ、やっぱりねこういうその科目、いろんな科目があって、まあ、生徒さんも多いからっていうのもあると思うんですけど、それでやっぱりこう実際将来ねこう生きていく上で役に立つ、まあ、もちろんそのいい大学に行こうとかそういうのもすごい大事なんですけど、いい大学に行く理由っていうのはそのいい人生を歩んでほしいからいい大学に行くわけで、やっぱりこうそのいい人生を歩めるようなこう基盤となるその科目をやっぱり教えるってことはすごい大事だし、あともう一つはやっぱりこうなんだろう、アメリカとかカナダとか、まあ、オーストラリアとか留学して、まあ、いわゆるその白人系の人が多かったりとかすると、なんかどうしてもこうその人種差別とかそういうのがすごくあるみたいな話があったりとか、まあ、自分がこうマイナー感があるっていうようなところがあると思って、まあ、それでいうとここの学校は日本人の比率って多分 1% ぐらいしかいないって話だったんですけど、8割方がまあいわゆるローカルの生徒さんで、2割が外国人の生徒さんで、そのローカルの生徒さんはほとんどがいわゆる中国系のマレー人です。で、まあ、その 20% の中で日本人もいるっていうような感じなんですけども、すごくいいなと。勉強しなきゃでもサボっちゃう、そんなあなたのために毎日やるから合格できる毎日学習会。はい、毎日学習会です。お問い合わせは概要欄からワンクリックで LINE で相談できます。